使えるか分かんないんですけど、いや、飛剣が強すぎる飛剣が強すぎる。はい、ということでね、藤虎ごめん、君は諦めさせていただく。はい、ということで今回はこっちに偏って出ちゃったんだよね。こっち8周目まで行っちゃったからね、藤虎一体も出ずに。なんなん神引きよ。だって一難、はい、ここでまずで80レベルにして、スキルを見てみましょう。エース、もらうぞお前の技。おーおーおーおお、待って、あ、クールタイム長っ、長っ。キットとはまあちょっと強いのかな。じゃあキットとは別で、メラメラ状態効果時間24秒。あ、結構長いな。メラメラ状態発動率 100%、 そりゃそうだろうで、一定時間経過するとダッシュを行うとメラメラ状態が解除する。ダッシュしちゃダメなのか。なるほどね。でも無双できんじゃない、もしかしたら。で、状態以上にならないと通常攻撃の性能が上がり、メラメラ状態中に敵をダメージだときに敵の燃焼状態を付与する。火炎竜王、あ、ダメージ660、あ、25秒。クールタイム最近短いね。いやー、強いんじゃないかこれは。まあまあ、なんかスキルのクールタイムというより、なんかあれなんですけどね、なんだっけ、その出の速さによるんですけど、通常攻撃の速さがどんな風に変化するのか。キットみたいにあんなめっちゃ強くなる、まあキット、うん、まあまあまあ、キャラ特性多くない？なんかさ、こうやってシャンクスとか見てみるとさ、なんかキャラ、なんか特性1特性2増えてるようでさ、あれシャンクスどこ行った？いた。なんかさ、結局キャラ特性で一緒になってねみたいなキャラ特性少なシャンクスみたいな。で、黒ひげは多いな、多いな。まあ別にシャンクス1個しか買んないけど、全部優秀なんだお前はい、ということで、待って待って、とりあえずどこ行った、どこ行った、ちょっとレベル上げちゃったからどっか行っちゃった。あ、いたいたいた。とりあえずまあちょっとね、特性を見つつ、自チームの味方メンバーが KO された時20秒間くれてから、ああ、まあこれはね、いつもサボはこうですよね。で、敵がダメージを受けた時 15% 確率で受けるダメージが 30% 減少。あ、 15% の確率で 30%、 まあ結構高いですよね。自分がメラメラ状態中に敵が受けたダメージの時燃焼状態を付与する。なるほど、自分がメラメラ状態を、つまりエースもらうぞお前の技を使って、まあそういう時にダメージを受けた相手に燃焼状態を付与するということですね。で、敵チームの時にいる無視したけど、うん、無効化する、当たり前ですけど、敵チームの時にいる敵に攻撃した時ね。あー、なるほどね、ちょっと違うのか。これキャベンディッシュも確かそうだよね。敵チームのお宝にいる敵に、なるほどね、つまり相手のディフェンダーキラーになるってことかな。あ、でもディフェンダーも言うとアタッカーから受けるダメージとかよくわかんねえわ燃焼状態の敵にダメージを与えた時、与えるダメージが 20% 増加する。で、これさ、思うんだけどさ、敵チームの宝に敵に攻撃した時与えるダメージが 30% 増加ってさ、ディフェンダーってさ、大体、あー、待って、めっちゃ難しい、頭こんがらがってきた。自分がメラメラ状態中に敵が受けた時に受けるダメージが 30% 減少する。なるほどね、このスキルを使っている時に受けるダメージが 30% 減少するということでね。でもメラメラ一定時間、ん、待って、一定時間経過するか、つまり24秒の期間は受けるダメージが 30% 減少ってことか。で、体力が 70%、80%、 よろけなくなる。これ結構強いと思うな。だからクローズされた時に、この火炎竜王の出の速さによってすぐ打ち込めるか打ち込めないかが変わってくるんですよね。で、クールタイムはクローズより短いですから、まあでも敵のお宝にいる黒ひげのクローズよりは長いですけど、長くなっちゃいますけど。はい、ということでね、とりあえず100サバ行ってみますか。レッツラゴー。俺はいいけど、エースが許さねえってよ。かっこいい。バージスに言ったセリフですよね確か。おお、通常結構長いけど、あー、ちょっとでも隙がでかいな。おい、棒戻すなって、いちいち棒戻したら。あ、これ竜の鍵爪なのかな、これはイメージ。いや、めっちゃ通常長くない？バカ通常長いんだけど。いや、まあまあまあ、いや、そう、ちょっと重いな、だいぶ重い、だいぶ重い、いや結構重いぞ。終わった後にほら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 、長い長い、ね、しまうなって、そのまま、しまわないで、戦闘中しまうなって。ちょっとここで回避入れるしかないかな。でも通常は一歩目長いけど、おー、透ける、めっちゃ当たんない。長いけどあんまり強くはないのかな、なんか隙がでかいから。一度目、いや、なんかちょっと隙、え、全然当たらん、全然当たらん、びっくりびっくりびっくり仰天何言ってんだ俺、全然当たらなくない。通常結構横には狭い感じなのかな。でもこれは、あ、一発止めがいいかな、これは多分。2発目がすごい長い。はい、鍵爪、でも鍵爪が通常攻撃というね、なんか悲しい結末よね。でもダメージは多くないのか、一発目だけだったら。おお、強い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 、でかっこいいなかっこいい、あー、一発目はいいんかな多分。2発目までやっちゃったらさすがに重いな。よろけ向こうがだいぶ強い。結構今の環境よろけ向こうマジで強い。で、昔から強かったけど、それはごめん、語弊があるじゃんそれ。よろけ向こう強いな。じゃあそろそろスキル打ってみましょうか。まず火炎竜王から打ってみたいと思います。
よし、火炎竜を撃つか。で、鍵爪意外と外しやすいな。火炎竜、おー、めちゃめちゃ範囲狭範囲狭っていうか、なんか火炎竜を消えんの早い。消化されとるやん、誰かに。いやでもクールタイム短いんで、でも結構、まあ、出はまあそこそこだったかな。まあ遅くはないって感じ。よろけん向こうついてたっけ、特性大丈夫。それによってはだいぶ変わる。いやー2発はないな。でも俺に結構さ、通常止め結構2発が多いからさ、ちょっと使いこなせるか不安なんだけど、まあとりあえずこっち打ってみますか。メラメラ状態、いやメラメラ状態やばくない？え1回1回飛剣打つの、えバカ強くない？え飛剣じゃん、強い強い強い、えやばい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 、えやばい、1、2、あ2発で終わるのか通常は。いややばいやばい、24秒無双するこんな。いやいや飛剣だらけ飛剣だらけ、おいエースもっと飛剣大事にしてたぞ。ちょっとやばいやばい、強い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 、えあ終わっちゃった、早いな。ちょっとやばい24秒、いやでも24秒ってね、リーグで考えたら結構長いぞ。いや強い、強いか分かんないけど、正直今リーグで使いこない、まあ明日とかリーグの動画多分上げると思うんですけど、いやどうなんだ、ちょっと楽しい、何より楽しい、たったった楽しい何言ってんだ。わあかっこいいな火炎竜王、もうちょっとでもね、ちょっと中距離ぐらいにはしてほしかったっていうのはあるよね、やっぱ火炎竜王だから。あ待って待って、このさクールタイム、このスキル使ってメラメラ状態中に火炎竜王打ったら解けんのかな、火炎竜王。そんなことないかな、ちょっとごめんなさい、ちょっと100束長くていつもだったら切りたいんですけど、ちょっとそれ試したいんで、まあリーグル次シングルで潜ってやるんで。いや強いな、通常の長さが結構異次元級で、シャンクスって通常は強くないんですよ、通常は決して強くはないんですよ、まあ、強いけど、まあ、強くはない強くはない、エースとかに比べたらエースとかの方が強いですよって。じゃあ次メラメラ状態になってみますか、ちょっと一回ダウン入れて、ちょっと邪魔だから。でここでメラメラ状態になる、あーかっこいい、ここで火炎竜王、これ消えんのかな、あ消えないね、それは十分嬉しい。いや強い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 引けん、強い強い強い楽しい、もうブッパで勝てるもんこんなん、もうジャスカイされたもんこうやって逃げる、あそれはちょっと、もう白ひげかわいそうだよ何もできず、ちゃんとダウンも入るんだねスキルで、あ通常攻撃で、あ終わっちゃった終わっちゃった、いやまあまあでも強い方ですね。はいじゃあ次100サバ行ってみましょう、100サバじゃないシングルで潜ってみます、ドンマイエース、これはいいから逃げられるか、エースが許さねえってよ、かっこいい、待ってもう一回押して、俺が言いたいじゃん逆に、俺が変わりますわ、エースが許さねえってよ、リピートアフターミーでマジでかっこいいな。いやじゃあさっき結構見たんで、ここら辺から、ここら辺でさめっちゃ阻止できんじゃない、じゃあどんぐらいの距離まで行くか、メラメラ状態1、あーこれ多分いかないな、これ多分これここでギリギリじゃないか、あー当たるけど多分本当にギリギリ届くか届かないかぐらいなんで、まあ初っ端こういうのはおすすめはしないかな。まあしかしこれはもうゴリ押しでいいんじゃない、距離感保てばどんどんゴリ押しで、いや強いぞマジで強いぞこれ、いや強い強い、まあ一発目よろけになんなかったのかな今で、もうこっちのね通常攻撃がめちゃめちゃ弱く感じるもん、まあそれはちょっとね、でも意外と鍵爪がね難しいっていうのはあるよね、ちょっと重いし意外と当たらなかったんだよねさっきやったけど、そこら辺ちょっとウソップ旗あげるわ、で火炎竜王当ててみます、イエーかっこいいかっこいい、ちょっと重い、あーちょっとシャンクスと似てるな、ちょっと一発通常当ててもその後当たらないみたいな運は結構多いんですよね、こういうまあキャラって、こういうキャラっていうのかな、わかんないわまあそこちょっと難しいですよね使うの、メラメラ状態もうこれ大無双じゃないマジで、でもマジで無双じゃないこんな、危険じゃ最初なんかエースの技もらうぞって言ったのに、エースの技もらうって確か危険じゃなかったのかって最初さっき一回思ったんですよ、そしたらもう一回一回が危険というまさかの危険だったっていうね、まさかのそういうパターンだったっていう、もう危険が通常攻撃で打てるっていう面白さ、意外と短いねこうやって100束の時はめっちゃ広く感じたけど、まあでもタイマンとかだったらマジで最強クラスだと思うこの通常は何やってんねんお前、何やっとんねん日本区何やっとんねん、やばい終わっちゃう終わっちゃう、旗あげるわ、
いやでも火炎竜王のスキュールタイムがめっちゃ短いのはめっちゃいいですね。めちゃめちゃいい。結構だって30秒ちょいでしょ。結構強いんじゃないそれは。でこのメラメラ状態がマジで強いよね。でもなあ、インパクトに足りない、インパクトが足りない気がするなあ、ちょっと。でも受けるダメージがこの時 30% 減少なので、あ、結構食らうな。結構食らったな。なんかね、ちょっとね、インパクトがちょっと足りないっていうのはありますよね。強いけどですよ。ちょっとこれ言うとなんか、いえ、そんなことないとかあるかもしれないけど、強いけど、インパクトが足りないっていうのはちょっとあると思います。アタッカー、最近のアタッカーってワンパンばっかなんで。まあ、火炎竜王当ててもワンパンなのかな。ちょっとあっち取りな。おい守れよ、ウソップ。嫌われるぞ、リーグだったらお前先般だぞ。まあ最後火炎竜王決めて勝ちたいと思います。じゃあ、おお、ジャスカー決められる恥ずかしさ、ボットに痛い、ボットにダウンさせられる恥ずかしさ。火炎竜王かっこいい。ポンポンポン、ありがとうございます。はい、ということでね、ちょっとガチチャレンジバトルっていうのがあったので、まあそれちょっと潜って初見までやっていこうかなと思います。まあなんか普段僕リーグバトルしか動画上げないですけど、チャレンジバトルとかでもで、ちょっとまあちょっと全員これ80レベル均一で、まあちょっと試すにはまあちょうどいいかなって。まあ明日とかちゃんと普通の動画か、まあしっかりと、これはガチャ動画とか解説動画のまあおまけなのであれなんですけど、まあだから今回はまあ一回引きながらやっていきたいと思います。あ、カウンター、それは甘いぞ。強いのか。おお、飛剣が強いな。飛剣が強すぎるぞ。飛剣がめっちゃ強いな。あー、ミスった、やばい。あー、危ない。これ飛剣、これをここら辺で使って、よしよしよし、裏からの飛剣コンボじゃないけど、もう飛剣、もう飛剣強すぎるんだよな。強いぞ、マジで強いぞ。これちょっとチャレンジバトルだから、みんな慣れてないキャラだから使えるか分かんないんですけど、いや、飛剣が強すぎる。飛剣が強すぎるな、これ超楽しい。いや待って、意外と短い。ちょっとあれ、無敵スキル溜まってる黒ひげだと思うんで、火炎竜王、お前も溜まってたんか。強い、黒ひげ強い。ちょっとこれ上間に合わないよ。ちょっとこっち取ろう。上が、黒ひげ強すぎる、黒ひげ強すぎる、やっぱり黒ひげ一番だね。めっちゃ強いな、黒ひげ。やばい、ちょっとこれチャレンジバトルだから、そう、こういう崩壊とかがするから僕チャレンジバトルとかの動画あまり上げないんですよね。ちょっとためになんないから、みんなのためになんで、面白くもないし別に。まあだから、まあこれはまあちょっとサボの、まあ、単体評価ってことで、まあちょっとあれなんですけど、なんかすごい俺言い訳がましいな今日。まあ、誰も俺ら戻りに行かないけど、まあいっか。まあいっか。真ん中取れちゃうね。まあここでドラム塔だからさ、さらにちょっとこのコンボあまり強くないかもしんないけど、ナイスカウンター、でかすぎるね。でシャンクスが KO した方がいいかな、これはさすがに。火炎竜王、やばい、出てきてる。うわー、カウンター合わせられたー。やっぱ超バウンティングスキャラは違うってか。ちょっと一回キャベンディッシュ使わせて。キャベンディッシュもあんま使ったことないから、使ってだった。バルトロメオか迷ったんだけど、バルトロメオそんな楽しくなさそうだったから。あれ大丈夫、真ん中。おお、どこでルーム張ってんねん。どこでルーム張ってんねん。うわ、かっこいい。あ、ボイスついたんだ。ボイスついたんか。そうだ、ついたんだ。いやいいぞ。いや、飛剣コンボ強いな。ちょっと裏がすごい。1、2、1。おお、すごい、崖で見えない。いやー、キャベンディッシュもかっこいいな、楽しいな。ここ、おい、あ、かっこいいけど、ごめん、カウンター食らったわ。いや、強いぞ、でもこれ。いや、楽しい。キャベンディッシュも楽しいじゃん。でも、もっと引けばよかった、通常強いし、君、もう、行ってよ、先。ありがとうございます。話すことないです。ありがとう、映画を。はい、ということでね、今日の動画終わるんですけど、まあ、一つ言うとしたら、いや、そこまで爆発的力の強さはないかなって、正直な感想。いや、強いとは思うんですよ。でも、所詮アタッカーなんで、アタッカーってインフレの餌食なんですよね。まあ、でも今回言うてガチャでサボを狙うとかなくて、まあ、藤虎が欲しい人は藤虎も、だから藤虎の評価、まあ、他の配信者さん見てみてください。僕は藤虎の当たらなかったんで、まあ、ショーティーさんだったり、まあ、見てもらったらね、多分いいと思うんですけど、まあ、あげるか分かんないけど、ごめんなさいか、勝手に言って。はい、ということで、まあ、一生、藤虎とかね、まあ、
いるんで、両方とも多分 1% なんですよね。まあだから黒ひげとかに 0.2% というかちょっとえぐいガチャだったんですけど、まあその分これ当たりやすいかなとは思います。まあだからね、フジトラサボがまあ多分両方とも結構そこそこな強さだと思うんで、まあ今までのバウンティーフェスで1体しかなかった新キャラ1体だけだったみたいな、カイドウ1人、ジンベイ1人、クマ1人だったみたいなのが続いたんですけど、まあ黒ひげ1人だったり、まあ超バウンティーフェスだったらそうですけど、まあ今回は2人ということで全然引いてもいいガチャだとは僕は思います。まあ勝ち、まあ引いてはいいかって言ったら、まあ引いた方がいい、引いてもいいと思うんですけど、まあサボの評価としてはまあ爆発力的な強さはないかなっていう、まあトップ、まあ今のところですよ。まあどんどん評価は移り変わりしてくると思うんですけど、まあ僕の最初の初日の感想としてはまあそこまでかなということからですね。はい、ということで皆さんぜひよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。